ホンダスーパーカブ50スタンダード1997年式すべてドレスアップ改造改良終わりましたのでご紹介したいと思いますまず1点目前カゴです自転車用のかごをつけましたあえてカブ用ではなくて自転車屋さんで購入して 取り付けましたちょっとこのダサい感じがいいかなと思います2つ目ベトナムキャリアですこのベトナムキャリア実際に使う場面が少ないですね利点としては株にまたがる時にレッグシールド蹴ったりしない傷つけないという利点がありますあとは見た目だけですねそして荷台の方 木箱を取り付けましたこれがこだわってこのサイズ色合い探して取り付けておりますボルトで固定してあるので落下する心配もありませんまあまあの容量があってちょっとした荷物載せることができますまあこれも下部に似合うおしゃれアイテムとしてその要素も兼ねて取り付けました次フロント風防ですねロングのやつついているのを見かけますがショート気味のやつ スポーティーな感じ選んで取り付けましたビキニカウルっぽく見えたらいいかなと思って日本製みたいでお値段も少々値が張りましたその分しっかりしていますしまあこれで当分つけっぱなしでも大丈夫かなと思いますこれも定番ホルダーバーですね取り付けましたカメラつけたりスマホ取り付けたり私の場合は予備のヘッドライト自転車用ですけどもつけています フロント周りが少し高級感出たと思いますそしてマフラーですねこの下部最大のドレスアップというか改良というかマフラーキャブトンマフラーをつけましたなかなかいい音はします重低音であまりうるさすぎず場合によっては少し物足りないかなっていうくらいの上品なサウンドです そしてキャブレターですね。これは新品に交換しました。長年使われていたと思うんですが、今回リフレッシュという意味も兼ねて、キャブレターは純正の新品に変えました。あとはタイヤですね。タイヤとブレーキですね。ここら辺も新品に交換をいたしました。一回パンクをしたので、やむを得ずタイヤ、チューブすべて新品。 それに合わせてブレーキシューバットも変えました。足回りこれで安全かなと思います。そしてレクシールドもかなり汚れていたので、えー、社外品ですけども、交換いたしました。もともと社外品だったので、純正にこだわることはあまりなく、社外品で代用しています。ステッカーもそこかしこに貼って、 ドレスアップしていますそしてミラーですね丸型に交換しました安いものなので可動範囲があまり良くなく後方のミラー合わせやりにくいところがありますこの辺りももっとスポーティーで後方の確認しやすいものに交換したいなと思っています改良ドレスアップを紹介いたしました